はい、皆さんこんにちは。お久しぶりでございますけども、オールナイト長野の収録をしております両松本です。で、今日はなんですけどもね、スペシャルゲストがね2人ぐらいいてですね、ご紹介します。クロクロさんです。どうもクロクロっすさっきはい、クロクロ会長がまずいるのと、あとですね、ララルルちゃんもいます。どんちょっ、ララルです。なんだそれ、なんか今日たまたまお店に遊びに来てくれて、でなんか前々からそのクロクロがラジオで出たいみたいな、なんかそういうねリクエストあったから、あ、じゃあいいやみたいな、ちょうど今撮るかみたいな。でちょうどね、もう全然更新できてなくて、すっげえいろいろサラハの方のメッセージが溜まってたので、まあ適当にやっていこうと思います。よろしくお願いします。いってみよう会長が会長がぶっ込むなはい、じゃあ僕がねこれメッセージ読み上げて、でまあなんか適当に話すみたいな、そういう感じでいこうと思います。だからな、俺だけの質問じゃなくてな、あれなんだよな、何しようかな。どうやったらりょうさんみたいなかっこいい男になりますかなるほど、そう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 、どうやったらなれますかね。いや、やっぱりまずは自信じゃないですかね。自信を持つ、自信のある男の人っていうのはやっぱかっこよく見えますよ。自信ね、自信は確かにキーワードかもしれない。でもその自信に根拠なんかいらないんですよ、本当に本当に。聞いたことあるのそれ。あ、本当に。いや、これ僕の持論でもあるんですけどあ、なるほどね。自信っていうのはもう持とうと思ったらもう持てるもんなんで、うん、その次の瞬間にね。どうですかラルルさん。そうですまず両松本かっこいいですか。両松本はかっこいい大好き。もうなんか桜みたいになってる。やっぱなんでそう思うかっていうと、やっぱクロクロさんもやっぱおっしゃったと、やっぱ圧倒的自信。自信ですか。うん、溢れてる、もう溢れてる、オーラとして溢れちゃってるから。もう俺についてこいみたいな感じ。それがいいよね。うん、画面から。画面越しにも。今初めて生で会って、もう本当にビン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 に感じる。やべえやつ見てんじゃん。なるほどね。じゃあその自信が大切なんじゃないかと。キーワード本人的にはどうですか。まあでももちろんそうね、自信は大事だと思うし、なんかやりたいことやるってことじゃないですかねと思います。あ、それも大事ですね。なんか自分がやりたいこととか、自分が意思持って やりたいことをやってるかみたいな、うん、流されないみたいな。そうそう、自分でこうなんか、うん、切り開いていくような人ってのはかっこいいんじゃないかなと、うん、まあ、うん、そういう人はかっこいいかなと思うんで、まあ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 、でな、まあ そうやって切り開いていく上でやっぱ自信が大事なんじゃないですか、うん、自信持ってるか持ってやるかどうかみたいな。迷わないことっすね。なんかまあジャストドゥイットなんでね。いや、もうジャストドゥイットなんです、本当にジャストドゥイットなんで、まあそんな感じじゃないですかねと。さすがですね、はい、素晴らしい。はい、じゃあ次です。はい、はずむさんがりょうさんのこともライブでめちゃめちゃ褒めてました。 1ヶ月前。あ、これ僕も見ましたよ。見ました、うんうん、俺もその放送を直接見たわけじゃないけど、そこだけこうキャプチャーした動画みたいのを俺のツイッターになんかこうリプで送ってくれた人がいて、それでなんだっけな、なんかめっちゃなんか奥さんと見てます的な感じ。コリーナのデザイナーさんとかも結構見てますみたいな。ああ、なるほどなるほどなるほど。めちゃめちゃ褒めてました。めちゃめちゃ褒めてましたよ。めちゃめちゃ褒めてたっていうか、うん、なんかその質問内容が「両、うん、松本って眼中にないですか?」っていう感じだったんですよそもそもね。だからはずめさんが「いや、それ失礼でしょ、僕結構両松本さん見てますからね」っていう感じで、うん、僕も大好き、ね、反論してくれたんで、そう、そんな感じでちゃうよみたいな。まあでも
嬉しいですよね、単純にそれは見てくれてるんだったら、うん、だし昔なんだって俺一回ね直接突撃したことあるし、ああ東京遊び行った時にお店、ああ髪の毛オレンジで、そう髪の毛オレンジでなんか、うん、まだ古着屋に貼って働いてた時だね、吉祥寺の、懐かしい、そう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 今の段の前身、段の前だから、だその時ねお店でなんかやってるって蓮見くんくらいしかいなかったよねきっと、ああそうだ、そうそうそう、中野さん出てきてなかった、出てきてなかったから NKM って呼んだ、何なんですか略称、なんか中ムっていう名前出したら消されるんですよ、消されるなんか何者かに人身売買に使われるらしくて臓器売られるらしいですやめろよ俺の俺のラジオでわけのわからないわけのわからない、そんなブラックジョークです、いやいやいや黒だけにフェイクニュースだっただろなるほどね、そうそう、だから懐かしいね、その時はだって、うん、なんか、うん、相手にもされてなかったからね、まあ、山で勝手に敗北宣言あれ面白くなかったよ、いやあれは面白かった、あれは面白かった、なんか勝手に勝手に負けた、勝手に勝負に挑んで勝手に負ける男みたいなめっちゃいじられてたからねでもなんかなんかぽいなと思って、うん、でもあれはあの時はでも確かにあのねまあ話ちょっとそれるけど、あの先見新聞の記事を見た時はマジでうわマジかと思ったもんね、うん、本当にすげえと思って、すげえと思って、そのまあ弾野くんの動画自体はそんなに見てないし、まあ、ジャンルも違うからあれだし、だけどなんかやってることとかに関してはいやすげえなみたいな、1000万、月賞1000万めっちゃえぐいね、確かに日本、うん、日本の中でも多分これ多分別に松本じゃなくても他のファッションのアパレル界も多分、いやそう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 、新刊じゃないけど結構負けたっていうか、そうそうそう、いやマジでみたいな、うん、のはすげえなっていうのはもう単純に、うん、リスペクトと、うん、すげえなって思うし、だからなんかまあそれがいい感じの刺激になってるから、うん、なんか今年の秋冬勝負するっていうところのうわやんなきゃなみたいなところの一つのきっかけはやっぱそういうところもあるね、弾む分さすがですね、すごいなと思う、単純に一答えとしてはい、次、両高島のブランドと思いますか、お YouTuber ネタがどんどん、ね、すごい YouTuber、 いいんだよラジオだからもうなんかある程度こうぶっ込んでも、どう思いますか、両高島のブランド、僕そんなになんかこう密に見たことがないっていうか、うん、なんかこうね詳しく見たことないんですけど、いやなんか聞いたところによると結構なんかそのブランドからいろいろサンプリングじゃ、サンプリングって言ったらまあ言葉がいいんですけど、言ったら結構なんかそのまあまあまあちょっとなんかあんまり良くないような感じで捉えられてる人もいるらしくて、でもまあなんか売り上げはすごいあの売れてるらしくて、めっちゃ売れてるらしいっていうのは聞く、うん、うーん、まあでもその辺は買う人とあの本人がある程度その合意、まあね、合意っていうか納得して金払ってるわね、たら別に僕はいいと思いますし、確かに確かに、ね、まあなんか特にそのセール乱発とかなんかグレーな噂っていうのがないから今のところは別に多分僕はそんないいんじゃないですか、まあ、って感じです、単純的には嫌いですね、嫌いですか、嫌いですか、どういうところが嫌いですか、単純になんかやり方が気に食わないなんかちょっとイラッとすんな、イラッとするところはちょっとあるやっぱそれはなんかブランド側の出したものも結構、うん、まあ、パクってるじゃないかみたいな、でもそんとこ もあるし、見たら分かるくらいの感じなの、それはいや結構分かると、詳しい人とかは結構、うん、あこれはこのデザインでみたいな、いろんな多分デザインの寄せ集めじゃないけ ど, な, ど, な, どなんかそういうので結構持ってきて、うん、形成されてるみたいなのを、まあ、それをだからまあドメブラよりちょっと安めの値段で売るっていう、あ手出しやすくね、そのあその感じが、あ値段どんなもんちょっとじゃあ安い、ドメブラよりちょっと抑えて、安いみたいな、あそうなんだ、ちょっとあ落として、うん、あそうなんね、俺もあんまねあんま見てないんでよくわかんないですけど、たまになんかこういうケースよね、だからだいたい僕が他の誰かの情報を得るってこういうとこにりょうさん誰々かとか、うん、これ動画上げてましたとか、これどう思いますかとか、だいたいそれタレコミ系で知るんで
まあ、まあ、そういう感じです。そういう感じですか。でもリアルですね。だって消費者の、うん、まあまあまあ、一消費者の、うん、買ったことないですけど、買ったことはないですけど買ったことはないけど、でもまあ一応ね、うん、リアルな感じで、はい、まあ、次です。一個体の意見として、一個体としてのね、はい、何だろうな、シークレットインソール入れてるやつどう思いますかって、こいつ3回くらいで、ね、3発くらいシークレットインソール、うん、シークレットインソールって、ね、いや、この靴の中に入れてみたいな、あの盛るみたいな、身長盛るみたいな、みたいな、どう、別にいいじゃん入れさ、入れたやつ入れりゃいいじゃん、なんで、うん、こいつが入れてんのかな、ガチガチに。あ、どうなんですかね、自分が入れてて、あ、それについて、それでなんかどう思われてんのかなみたいな。いや、バレなきゃいいっすよ、シークレットのままだったら。シークレットのまま、やっぱ嘘はバレたらダメなんですよ。バレる嘘をつくのがダメなんですね確かに確かに、バレない嘘をつく分には全然いいと思いますよ。だから飯食い行く時とかも、あの座敷の席がないところとかに、そうそうそうカウンター席オンリーみたいな、カウンター席とかね、テーブル席のところ行ってとか、その辺徹底して、うん、やれば、もし本人がバレたくないんだったらいいですよそうだねそんな別になんか、まあまあまあ、でも確かに、まあ、別に入れやすいんじゃないですか、確かにね、うん、でもな、俺もヒールとか履いて思うけど、めっちゃ漏れるんよ身長、うん、まあ5、6センチは高くなるからグイみたいな、なんかね、わかる、そのなんていうの、俺、まあ、あれはシークレットではないけど、うん、明らかに、でもなんかね、そのあれだけこう持った身長の時と、そうじゃない普通の靴を履いた時の差が結構すごくて、見え方が、そう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 、あれみたいな、なんかアップファッションってね、うん、結構身長重要とか言われますよね、あるあるある、全然なん か、うん、見え方違うもんね、うん、だからなんとなくそういう、そういうところ気持ち悪くなるんですけどね、か、うん、まあ、でも気にしなくていいんじゃないですか、まあ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 気にしなくていいですね、そう、はい、はい、次です。ちょっと長いな。りょうさんの日々のコーディネートが見たいです。と、以前りょうさんは僕のコーディネート動画参考にならない、いや戦略的などの理由でコーディネート動画出さないとおっしゃっていましたと。そこで撮ったやつですね。あしかしりょうさんの着こなしを自分に生かすためではなく、純粋にファンとして興味がありますと。具体的な解説などいらないので、例えば1ヶ月分のコーディネート写真スライドショー形式にするなどにして動画を作っていただけたら嬉しいと。どうですか、 その辺なんか率直になんかあります、コーディネート動画、あ、見てみたいって思ったことあるとか。もう僕は正直コーディネートとかあんまりもう興味ないんで、まあジャンルもね、まあ違うもんね、違うしってのもあるし、まあ他の YouTuber の方に関してもコーディネートに関しては興味ないんですね。でっていうのも、なんか僕は、僕の意見としては、結構その人が服を選ぶときにどういう熱量とか、そこにある程度意思があるのかとか、なんかそういうところの方が、内面的なところの方が見ちゃうんですよ。だからあんまりそういう、まあもちろん外見も大事ですけど、コーディネート、うん、組み合わせがどうとかっていうのは別に、なんかその人がそれを好きで合わせて着てたりとかするんだったら、まあ正直何着ててもいいと思うし、あんまりだから僕は正直コーディネート動画に関しては別にそんな興味ないかなっていう。他の YouTuber の方もコーディネートに関しては見たことないし、なるほどね、って感じですかね。どうですか、ララルちゃん。まあ、ララルル的には松本にそこは求めてないっていうのがある、うん、なあ、まあね、あ、確かに確かに、両松本大好き芸人のララルとしては、うん、コーディネート動画撮る暇あるなら家で肉焼けってそれにつけるんで確かにね、肉焼けやる、肉、要松本の生態が見たいんですよ、その、あ、なるほどね、生活が見たい、ライフスタイルというか、だからもうそれコーディネートとかいらんそんなんいらん、うん、肉、肉焼け、確かに肉焼けの方がいいですね、うん、確かに、あー、コーディネートどうやり、コーディネートはもう弟のリュウさんに思って、ああ、まあ確かにそこ結構住み分けできてるかもしれないですね、うん、ああ、なるほどね、まあそうね、確かに確かに、昨日も上げてたんですけど、確かに確かに、きっちり結構住み分けできて面白いかな、今後、今後じゃあそうなってくるじゃないですか、彼は彼でやるんで、多分そういうことで、いや、あれもまあまあ、あ、まあまあ見られてるでしょ動画、いやいや、まあまあどころじゃない、うん、かなり、もう5日目にして本当に相当回ってますからね、いや恐ろしいね、末恐ろしい、血は争えませんよ、まあ、
まあずっと続くっていうわけじゃないと思うんだそこが今は、うん、今はまあスタートダッシュのあれがまだ、うん、続いてる状況だから、うん、まあでもなんか今後やっていくんじゃないですか。あの動画も反応良かったし本人もなんか味しめてると思うんで、ね、なんかまあそういう感じでいいんじゃないですかね。はい、次、月の平均副代。あ、これもめっちゃよく聞かれるけど、どうすか、持ってますか。いや俺も管理しない、そんなに。なんか、あ、これめっちゃいいってなったらもう結構買うし、それが安い高いにかかわらず結構買うし、いくらだろう。結構難しいよこれ。でも使ってた時は10とかは使ってました。10ね、普通に10とか、まあ、年間通して100万ぐらいとかは使うんじゃないですか普通に。うん、ラルちゃんは、うん、まあ結構でもうちで買ってくれてるんでいろいろ。そうですね、結構月で平均するとやっぱまあ10ぐらいなと思う。鳴らしたらってことね。でもシーズン1、うん、シーズンでまあ大体50いったらまあ多いかなぐらい。年間100みたいな感じの、そんな感じかな、うん、はい、まあ、10万弱みたいな鳴らしたら、はい、まあでもまあでもそれでも結構使ってるよね普通に。で俺は最近でも逆に減って、それが2年前とかは結構買ってたんだけど、どんどんなんか自分の系統とかも多分定まってくるじゃないですか。そうなってくると多分減るのかなって思いますね。確かに俺はちょっと減りました実際。なんかもう俺は最近一個一個が高くなってきてる感がある。普通になんか、うん、5万のもの3着とかじゃなくて15万一発とか、でなんか最近買ってんのが服とかよりも靴とかさ、そっちなんか周辺小物とか、うん、付属みたいなアクセサリー系がよく買うことが多くなってきたかなみたいな。だから月で鳴らしたらどういうくらいなんだろうな。10、いや、まあ、20からって感じかな、うん、今は、うん、でもなんかまあ本当月によっても違うし、毎月これだけ買おうみたいな、何十万は買うぞとかそういうのはあんまないんでね、うん、気分っす気分っす気分で。まあ来週韓国行ってくるんで。ああいいな。またあの韓国料理の動画を上げてもらいましょう。あのピザ食うみたいな感じで。本当に。あ、なるほどね。チゲ食う男みたいな。チゲ食う男。モッパンで。モッパンやるわ、モッパン。ガチモッパンで。ガチモッパンで。ガチモッパンで。本場のね、本場のガチモッパンちょっとやっていくんで、まあ、食い物もそうだし、まあ、買い物もね、ちょっとなんか、いいものあれば、行ってこようかなと。でも服以外を見ることも結構大事っすよね。いや、それある。僕が最近思って、で逆にその服以外の方に、例えば本とか、そういう写真とか、なんかそういうのに金を回すようになったから、うん、それもあるめっちゃ。相対的に服の値段、買う値段が減ったっていうのはあるんですけど。うん、旅行行くとかもそうだしね。うんうん、それはめっちゃある。それが回って、こう、巡って、うん、自分の服のスタイルの形成になったりもしますね、多分。ちょうど今、はい、グルメの話になってたんですけど、グルメにおいても天下を取る予定の松本さんに質問しますか。ズバリ漁師のカフェをプロデュースするとしたらどういう店にしますか。これと、なるほどね、どういう店にしますか。あ、もうね、これは一言で言うとね、もうね、あのこういう服屋とね、僕は考え方一緒なんですよ。もうこっちがいいと思ってるものを自信を持って押すっていう感じだから、なんか軽井沢っていう土地柄とか軽井沢っていうイメージとか俺はもう全く無視してる。今のところ無視しても建物たたってきてしまってる。あマジで。だから軽井沢っていうとどっちかっていうと避暑地で、なんかあの都会の人たちが夏場とかにちょっと涼みに来る、うん、なんか自然が多い、なんかあの涼しいかこう爽やかな高原地帯みたいなイメージがやっぱあるし、だからなんかイメージするそういうなんか例えばカフェとかでも、まあ、実際そうなんだけど、なんかこうログハウス的な木のなんかね、ぬくもりじゃないけどちょっと一呼吸を置ける。そう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 、なんかまあそういう感じのね店がやっぱめちゃくちゃ多いよね。でまあだからそれは軽井沢のなんかイメージ通りだと多分そういう風な外観とか内観になるんだろうけど、でもなんかあえてもう一個そこからそういう状況の中に後から行くのに、じゃあうちも木のログハウスみたいなのでやるっつったらもう同じやんみたいな、差別化できない、ね、そうそうそうね、なんでわざわざあえてこっち新しくやるのになんかそこのね、あの多数派の方に行くっ
ったところで今もう土着でうまくやってるログハウス系のカフェになんか勝てるわけないのに、だからもう逆にもう俺はそういう関係なく軽井沢とかじゃなくてもう単純になんかいい感じの雰囲気のかっこいい空間にしたいと思ってるから、だからめっちゃ都市っぽくない、シティっぽい感じの建物が軽井沢のところにポンみたいないや楽しみや、なんかそういう感じ、どちらかというとそれは俺が単純にそっちの方がかっこいいと思ってるし、なんか行く目的になるなんか、うん、店というか場所にするんだったらなんかその意味のわからない軽井沢のイメージに合わせていくのはなんかちゃうかなみたいな、だからこうお店も一緒で長野だからみたいな、長野県の人はこういうのは買わないとかなんかそういうの関係ないんで、もう自分の好きな そうこれがいいみたいな、なんかこういう方が良くないみたいな、なんかもうそういう観点でやる予定です。多分ねゴールデンウィークくらいに結構いい感じなんじゃないかな、おーオープンまで行くか分かんないけど、じゃあ皆さんぜひゴールデンウィークは下見程度に足を運ぶというかなんでなんか宣伝してんの宣伝隊長なんで宣伝隊長なんで、あなるほどね、宣伝部長ね、まあ、多分、はい、メニューは全部ピザしかないと思いますけど、いやピザなピザ、 ピザは出してほしい、出してほしいね、うん、出してほしい、カリスマが焼くピザ、カリスマのピザ俺焼かなきゃいけないんですよこうやって焦がすけどたまに焦げてますみたいな、ピザ窯に挨拶から入ってここでちょっと挨拶してください一例入り口一例から入ってほしいなるほどね、うん、OKOK、 はい次です。出版業界でも天下を取る予定の松本さんに質問しますズバリ松本さんがファッション本を出すならどんな本にしますかと、これ同じ人ですね多分ね、うん、確かに 本は昔から出したいって言ってますよ、ね、いや本は出したい、本は出したいけど、それはなんか俺がイメージしてたその出版する本っていうのは別にもうファッション本とか写真集とかなんかビジュアルみたいな、うん、その全くそういうんじゃなくてもう単純に俺の自伝、自伝的な感じ、うんうん、なんかもうそっちの方が生き様みたいな、うん、そう感じの方が合ってるかも、うん、ずっと俺は YouTube でそれをなんかこう記録し続けてるけど、それをなんかこうある時期になったらギュッと一冊にまとめて文章にして出すみたいな、うん、確かに、なんかそういうのを本として出版するなら、まあ、俺は出すね絶対、30何くらいの時に多分絶対出すんですけど、でもファッション本だったらね、でもそれともう一個合わせてもうこういう本ありだなと思うのは、もう俺はカラーについて超掘り下げた本、ああそれ確かに面白そうじゃない、なんか信者の目線でこう、そうもうブランドを一個のブランド掘り下げる、もうそれ読んだらなんかもうカラーのことめっちゃわかるみたいな、なんかうん、で結構ギャルソンとかはなんかそういうっぽいのはあるんよね、結構なんか写真とかアーカイブめっちゃ載せてたりとか、幼児とかも あったりして、なんかそういう感じでカラーのなんかいろいろイロハとか、まあ、もちろん取材した上でとか自分が着た上でとか、なんかそういうのを一冊にギュッとした本とか、それもやりてえなみたいな、前例がなさそうだし、なんか結構ブランド一つにハマる人ってそこまでいないから、割とそういう視点で の目線での、まあ、面白いかもしれないですね、確かに俺それやりたいな、ファッション本だったらそういう感じ、うん、特にお気に入りのルックはこれだとか、なんかそう、うん、シーズンはこれだとか、超ニッチみたいな、超ニッチみたいな、松本さんはこのシーズン好きなんだみたいな、でも僕こっちも好きだなみたいな、結構そういう自分と比べたりもできる、面白そうっすね、確かに、だからなんかやりたいですね、なんか、うん、かな、はい、うん、面白そう、次ですよ、好みの女性は、おいいんじゃないですか、これなんかよく話してるけどな、俺なんかあれですよね、機能法的にもう見てっていうなんか言ってませんでした、え機能法的にこの人この人この人っていうのがあって、共通点がこれだからみたいな、そうでも見出せないとかなんか言ってませんでした、いや難しいよね、好みって、ね、まあなんだろうね、狸顔じゃない、そうルックスで言えばね、そうルックスで言えば
そうそう、そういう顔が好きなの俺は。たぬきっぽい顔が多分好き。宇垣さんもそうだし、その前は俺木村文乃とかめっちゃ好きだったし、あ結婚したからちょっとあれだけど、うん、これ近い将来不倫してますよで俺その木村文乃の話になるとさ、ちょうどね俺がね就活生の時にめっちゃ好きだったのよ木村文乃広告代理店入って結婚するとか言ってたからもう今と変わってないですね。あの電通入って結婚するわとか言って人が変わっただけで今宇垣成り上がって宇垣と結婚する、うん、今は宇垣ちゃんだけど、だからそのビジュアル的なね顔のタイプで言うともうその辺が好き、うん、でもなんかそのパーソナリティーやな、中身とかってのってまあ難しいですよね、うん、合うか合わないかじゃないから分かんないけど、うん、難しいよ性格でとか言われても、なんかでも楽しかったらいいんですよ。あとはねあの根気よく面倒見てくれる人がいいねもうこれは確かにあの俺ダメだから、元カノさんも言われてましたね、もう天然の人で、松本さんの世話をするって言ったら変だけど、だからそう、あのねそう見てくれるなんか、そうそうそう、愛想尽かさずに、うん、面倒見てくれる面倒見てくれるっていうか、なんか見放さない人も、うん、俺めっちゃだらしないからさ、結構あのうん、プライベートっていうか、なんか結構もうだらしないからさ、生活がそういうのを見てもなんか嫌いにならない感じで、ああしょうがないなみたいな。ということは元カノさんはそれをもう見放したと、もう松本も無理だとそうでもそれは俺が多分やばかったんだろうね、だらしなさすぎて、だらしないというか、なんかもう好き勝手やって終わりみたいな。だ俺料理とかめっちゃするけど片付けしたくないとかさそういうことそういうことそういうこと、簡単に言うとそう、肉焼くじゃん、やりやすい、うん、もうやりたくないよね、焼く場焼いて、うん、食べて美味しい、なかなかないですよそんなそんな女なかなかいないですよ珍しいタイプ、そうそうそう、ほぼ家政婦だよだからまあそうね、そういう、あそうそうそう、だからなんか例えて、まあ、極端な例で言うとね、なんかそういう感じなんだよ、なんかダメなんだよね俺は、うん、ああいるといいですね次、はい、はい、次ですねなんだろうなはい、ファッション YouTuber になりたいですが、今製造業で正社員として働いているため顔は隠した方がいいでしょうか、迷っています。副業って感じですかこれは。知らねえよ、やれよ知らねえよそんなの。じゃあ顔隠してやってみりゃいいじゃん、まず。まあ確かに確かに、とりあえずやってみて。知らねえよこんなもんよそれは確かにそうですね、うん、もうおっしゃる通りで、大体ねこういうところに質問してくるやつってやんねえから、うん、やんねえんだよ、うん、あのねやるやつってもうやるから、そう基本、うん、聞く前にやっちゃうんだよ、なんかねもうやって、しかも質問とか相談するならやって、今こうやっています、うん、その上でこういうところに困ってて松本さんどうしますかとかいう質問は あのすごい建設的なんだけど、うんうん、なんかこうやる前段階のなんかこう迷っていますみたいな、ちょっと何のあれなんですか、もう迷ってる系はもう やればいいやんみたいな。とりあえずホリエモンチャンネル見ましょう、多分同じ質問変えてますジャストドゥイットなんで、まあでも やるかですからね、やるか やるかそうやるかやるかですからね、どっちかっていうとそうなんですよね、やったらいいと思います、はい、うん、はい、次、りょうさんにとってイケてる人ってどんな人ですか、人間的でもファッションに関することでも構いませんと。あ、目の前にいます今、僕のことですね、はい、そうです、じゃあ次の質問ね、イケてる人ね、どういう人だろうね、あの人イケてる、でもなんかやっぱある程度自分の何でもいいですよ、何でもいいですけど決めた道でなんか頑張ってて、なんかそれが結果につながってる人じゃないですか、うん、何でもいいと思いますよ、ファッションとか関係なく自分の道でなんかやってめっちゃ頑張ってる人とか、うん、でもキラキラしてる人とか、それは多分みんなっすよね、うん、なんか自分の道絞ってこうやってて、そうコツコツやってるっていうのは誰が見ても多分かっこいい人かなかなと思いますね、人間的にもファッション、うんうん、だからそういうなんかかっこいいことしてる
人がかっこいい服を着ると、うん、それが一番かっこいいですよ、うん、確かに。はい、次です。今の仕事楽しいですか、仕事に対して感じることなど聞きたい。これ聞かなくても分かるっしょもう客観的に分かりますからね、これ。楽しそう、楽しいやつ楽しいやつ楽しいやつやろ楽しい楽しい、もちろん楽しくなかったらねできないというか、うん、仕事に対して感じてること、もう単純に面白いですね、楽しいし、なんかすごいもっとやりてえなみたいな、もっと頑張りてえなみたいな、なんかそういう風に思いますけど。まだ2人はね仕事してない。バイトと仕事も違うかな。うん、バイトとかいやいややってるでしょ。バイトはいやいや感がもう、うわ嫌だなみたいな、憂鬱だなみたいな、まあまあまあ、行きたくねえなみたいな。そう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 。でもまあ社会人になってもそういう可能性あるからね。俺もユニクロの時とかはそうだったけど、うわ嫌だみたいな。仕事は嫌だよね。うわ嫌だなみたいな。毎日なんかもう行きたくないみたいな。そうなったら結構やばいっすね。そうなると結構辛い。本当に本当に辛いと思うよ。だって一日の大半の時間仕事で費やさざるを得ないから、本当になんか自分の時間をお金に変えてるだけみたいな、なんかそうなってきちゃうみたいな。それ結構辛いですね。まあ人によるかな、分かんない。それが耐えられる人もいますよね。いるいる。そういうことが、うん、なんかもう完全にねスイッチして、もう仕事は仕事ですみたいな。もう完全にこうワークとライフをもうバチみたいな、そういう風に割り切れる人もまあいるからね。俺は無理だね。だからそれ無理かどうか分かるってことも大事ですよね、多分。楽しい、楽しめるかどうか。はい、次です。彼氏持ちの女に惚れてしまいました。振られると分かっていますが、リオさんのジャストドゥイットを胸に特攻したいと思う思います。なんか励ましの言葉をください。きっと今頃 GD バリのメンヘラ落ちしてます。確かにな、16日前だからな。もう終わってるかもしれない。こう特攻して絶望の淵に救ってあげたい。それはもう、まあでも大事じゃないですか、そのジャストドゥイットでね。うん、やっぱね、やらぬ後悔よりやった後悔だと僕思うんですね。うん、確かに。なんかね、やらなかった後悔ってあの日に日に大きくなるんですよ。うわあん時なっていうのが結構、ね、そう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 。でかいっすもんね。でもやった後悔っていうのは日に日に小さくなるっていうか、うん、どんどんなんか時間経つと、まあ笑い話というか、まああん時なんかね、彼氏持ちの女に特攻してめっちゃ振られたんだよ俺みたいな、うん、笑い話にできるようになると思うんで、なんか、うん、別にジャストドゥイットしたことはいいんじゃないですか。でね、メンヘラ落ちした経験がね、俺は幼児に、ね、つながったし俺一概になんか別に悪いことじゃないと思うんで、あの時間が解決すると思います。ドンマイドンマイドンマイルルちゃんからドンマイがいただきます。次ですね。あ、多いなおい。堺女子第3弾やる予定ありますか。これどうですか、めっちゃ言われる。何々女子もまたやってください。うん、あのね、ぶっちゃけまあラジオだから言うけど、俺はもうちょっと飽きてきてんの。あ、ちょっとね、もうちょっとなんかもうやることがさ、うん、同じだし、うん、なんとなくもう反応も分かっちゃうし、うん、なんかもうなんかな、なんかなんていうかな、うん、なんかやり尽くした感、うん、じゃあ逆にあれどうですか、視聴者側からしてももういいかなって感は、視聴者側、うん、逆にはあれどうですか、もともとユニクロにいたからユニクロでコーデ組んでみたいなあ、なるほどね。逆にもうハイブランドとかはもう結構見慣れてきたんだったら、プチプラでプチプラ、まあやっぱトップのコーデまずは研究して、あ、なるほど、あ、レディースにモテるのはこれかと。まあまあ普通に、まあユニクロ、ね、トップの人を見て、うーん、ユニクロでコーデ組んでみた。まあそれね、ウケるとは思う。絶対ウケる、それは確実に。コスパいいし、うん、あのコスパいいしね。
確かに。だからな、そう、サッカー上司とかな、もうなんか、満足した感があるの俺の中で、うん、まあ、だって言うたら好きなブランド2つもそうそうそう、やって、うわ、なんか可愛いみたいな感じで、うん、なったし、でね、もし3回目やったらさっきも言ったように絶対同じような反応になるんで、絶対に、なんかなみたいな、ね、だからなんかだったら違うことやりたいみたいな、違う何か頭をひねったやつで堺女子と同じくらいかそれを超える企画をバーンってやっていこうみたいな、なんかね、うん、もうそうかなとね、やりたいんだと皆さん勝手にやってくださいって勝手に、そうそう、作るなり勝手に、うん、自分のお気に入りの女の子に服買ってあげれば、うん、誰でもできる企画なんだこれ金詰めばなんでまあ、うん、かな、もう、うん、まあ分かんないけど、またなんかちょっと分かんないけど、今のところそんな感じがします。はい、らしいですね、松本らしいですね。あ、そうですか、そうですか、そうですね、はいはい、次です。これもちょっと長いな。ドンチャリオッツハートって書いてある。私は19年新卒としてりょうさんに背中を押される形で自分の好きなことを仕事にしたいと思い、某スニーカーショップに内定をいただき、現在研修中で楽しい日々過ごしています。お、そこで質問なのですが、りょうさんのようにモード寄りの方々や世間一般のあまり靴に興味ない方々が惹かれるお店、また情報の発信はどのようなものがいいと考えでしょうか。お答えお願いします。本当にりょうさんと出会えたことを感謝しています。ゆうき橋本パックフロントシャツ最高ですと。お、買ってくれたんですね。うん、あ、なる。スニーカーショップにいて普段そのお店がリーチできないような層にどうやってリーチする。でもそれはもう YouTube やればいいじゃん。YouTube やればいいな。そうそうそう、あるよね、うん、そう、確かに。スニーカーショップでね、発信でしょ。発信の仕方としてね、やっぱ YouTube でなんか動画でなんかやるっていういいんじゃないですか。どうしてもインスタグラムとかだと弱いんですよね、多分。あんまり画像だと伝わりにくいところ、ね、特にスニーカーとかだと歩いてる感じとか見たら、あ、なんかすごい歩きやすそうとか、なんか、ね、あ、こういうパンツとの合わせで見たらこうなるんだとか、割とそういう見え方あるし、動画媒体っていうのはありかもしれないですよね。動画熱いんで、動画でなんか一発ね、うん、やってみたら、やってみる方向でいいんじゃないですか、とりあえずと思います。モード寄りの方々、世間一般の、まあまあまあ、動画です。はい、次ですね、なんだろうな、なんかよくわかんねえな、あリオさんはじめまして、いつも動画楽しく見ています。服のことだけじゃなく恋愛について聞いてみたいと。質問なのですが、好きな人ができたらリオさんはどう攻略しますかと。また脈なしっぽいと判断できたらどうしますか。うん、どうされるんですか。好きな子がいたらでしょ。うん、いやー、でもさ、人によるからなーと思わない？相手によるからな。どうって結構難しくない？やっぱポケモンと一緒じゃん。このタイプだったら水いくとかさ。あ、うん、結局でもなんかなんだろうね、とりあえずでも楽しい感じでやったらいいんじゃないですか。自分がやっぱ一番楽しむっていうか、一緒にいて、結局だったら大事ですよね。うん、そうそうそう、自分がたなんか無理せずさ、うん、なんか自分が楽しんでたら相手もさ楽しくなりがちだし、あ、うん、私といるこの人めっちゃ楽しそうってなったら多分相手も嬉しいと思うしさ、うん、なんか楽しむっていうことすげえ大事だと思うんですけどね。なんか変にカッコつけるよりもなんか純粋にありのままの、そうそうそう、で脈なしっぽいって判断できたらどうしますか。もうどれだけその子好きかじゃないかなと思うけどね、うんうん、なんかもうそこら辺で、ま、もういっかなってなんだったらもうやめた方がいいし、いやでもみたいな、それでもみたいな、諦められんみたいになったらもう行けばいいと思うし、うん、それの最たる例が堺女子ちゃんということでいいですかね。そういうことね。ああいう攻略の仕方もあるよ、うん、あ、コーディネートしましょう。コーディネート、それ口実に、やっぱ服好きだったら、あ、ちょっと僕と服、あ、それありで行きましょうよみたいな。そうそう、か、もう完全に俺のエゴでみたいな、
もう来てくれるだけでいいからみたいな感じで誘い出して、で10万くらい積んで課金してなんかそれで素敵なお洋服買ってあげて、もうこれはもう俺が見たいだけだからいいよって言って、うん、やればいいんじゃないですか。うん、はい。宅飲みグルメの奥のコメント欄どう思いますか。いやあれひどいっすよ。いや俺も見たことあるよ。俺も見たことあるけどさ、ホモいじりでしょ。ホモいじりの。いやすごい。それをまた全部本人がハートマークを押すんですよね。うん、あれがなんかあの関係性がすごいというか。いやーめっちゃ面白いよね。しかもなんかさ、そうそう、本人も結構ノリノリでさ、なんか俺サムネで見たけど、なんか質問コーナーやってる時にさ、サムネの質問なんとかなんですかの質問がなんか。ホモビ出演していましたかとかさ、自分で積極的にさ拾ってくっていうさ感じがさ、なんかすげえなみたいな。でもあれはあれですごいですよね、なんかこうコメント欄との掛け合いでこうどんどん上がっていくみたいな、ね、あれはもう多分料理の中身見てる人なんかいないですからね。僕ら作業用 BGM でコメント見てますからね、この全部。本当にコメント見てたら動画終わっとったんで。全然あるある、あるある、全然ある。だからそれあれも面白いですよね、単純に。本当になんかいい兄ちゃんみたいな、あそんな感じ、空気感、うん、変な、なんかそういうのない感じで、あれをすごい面白いですね。はい、次です。なんだろうな、なんかあるかな。あ、りょうさんこんばんは。会長からの梅すき美味しそうでしたし、今日のリトルビッグストーリーしびれましたと。いつも刺激をありがとうございます。ずっと聞きたかった質問があります。そういった120点を目指すプロジェクトや壮大な目標を立て成し遂げようとするとき、またはその目標に到達しそうなときに、今死にたくないといったような死への恐怖を感じたことありますかと。僕は最近それを感じてしまうことがある。どう対処すべきでしょうか。死、大丈夫か。死すごい。死を意識すること、今死にたくないってのはずっと思うじゃん。うん、もう逆に死にたいってやついないじゃん。だからまあ今死にたくないは常に思ってるし、なんかね、死っていうことで言うとね、俺は逆にね、いろいろやっていくとね、どんどんね、命を大切にしようと思うね、俺は自分の。ほう、そう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 。だから例えばだけど、まあ、YouTube もそうだし、じゃあ YouTube 通して何か買ってくれてる人がいたとか、何かそういう成果とかが出た時とかね、何かね、うん、大切しようと思う、命を。何か、うん、なんか頑張ろうっていうふうに思うから、もっと頑張ろうって思うから、だから何かもっと、じゃあ、ね、死んじまったら意味ないから、ここで死んじゃったら意味ないから、ちょっと大切にしようとか。もう受験に受かった時にね、初めてそれ思ったよね。へ、受験に受かった時に思ったんですか。そう、上智に受かった時に初めて、うわっみたいな、めっちゃ嬉しいみたいな、あちょっと命大切にしなきゃな、ここで終われねえしなみたいな、何か何かしら達成したりとか、そう達成感を得たり、それを得てる道中だと、なんかね、うん、死にたくないもそうなんだけど、もっと命を大切にしなきゃなとか、うん、うん、だって俺今死んだら嫌だもんね、本当に。まあ、そういう意味の死にたくないなのかな。例えばだって交通事故で死んだらもう嫌じゃん。当たり前だけどね。当たり前だけど、超道半ばだしさ。うん、俺死んだら新聞載るくらいになって死んだよ、ね。あそう。まあ。ちゃんとニュースになるくらいの、ね、死去みたいな感じで。うん、で、だからなんか今なんか死にたくないし、だからもっと命大切にしようとか。それはあります。そんな感じですかね。ありますか。いやでもちょっと話変わるんですけど、うん、なんか自分が死んだらどう人に伝わっていくんだろうっていうのを、いやめっちゃ思うね。なんか、まあ、松本とかだったら、うん、まあ、まあある程度有名なんで、そのいやどうか、例えば、まあ、弟くんが動画で言うとかそこでも出しに使う、いろいろ、まあ、葬式ライブ中継いろいろ、まあ発表の仕方はあって、まあ視聴者にも伝わっていくと思うんですけど、
僕みたいな本当にただの一般人が死んだ場合、まあもちろん家族とかには伝わるでしょうけど、その例えば松本はどう知るのかとか、ああ確かに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 っていうのはすごい思いますね。でも知る余地もないよね。余地もないですよね本当に。そうなっちゃったら確かに最近コメントとか来ないし、もう飽きたのかなって終わっちゃう、終わっちゃうかなとか思うと、まあ悲しいなっていうぐらい。確かに確かに。そうね、そういう感じ。なんかもう今つながりがさ、昔みたいに地域の人とか、なんかね身の回りの人たちだけじゃなくてね、ネットでつながってネット上で信仰ある人もめっちゃいるからさ、その人が急に死んじゃったらね、本当に伝わんないよね。伝わんない。確かに、やっぱ大物にならないと。死がつな、死がね、死がニュースになる、死がニュースになるくらいでから死にたいですね。でも葬式ライブ中継ありかもしれない。禁止すぎる、禁止すぎる。締め出されますよ、信長みたいになりますよ。あれうつけ者みたいな。松本が死にましたみたいな感じです。兄が死にました、兄が死にました、兄死すみたいな。デュエルスタンバイみたいな。そこでも、そう、そこでデュエル好き、そこでね、デュエル好きだから、そうならないことを祈りそうね、まあ、ってね、うん、はい、次です。あ、でもなんか意外にもう終わりですね。おお、もうじゃちょうどもう46分もかかる。あ、本当やね、ちょうど14時間前だから最新ですね。これから大学生活始まりますが、4年ということもあって無駄にはできないと思っています。ただ自分は流されやすいタイプなので、この4年をダラダラと過ごしてしまいそうで恐れています。自分らしく非凡でありたいです。カツをください。両松本さんが 学校生活でやってきたこと、嬉しかったことや後悔したこと、何を意識して4年間を過ごしていたかなどなど教えてください。なるほどね。後悔したくないと。非凡でありたい、非凡でありたいなら大学行かなきゃいいんじゃないかな。あ、まあまあまあ、うん、確かに。だってね、それが当たり前で、非凡でやりたいなら、そもそももう大学行かないとか。なんか、大学行っちゃうとな、結構ね、嫌が多でもさ、大学のスケジュールあるし、ね、毎日授業行かなきゃいけないし、絶対にこう習慣として学校っていうのが絶対生活の、そうそう、なりがちだからね。まあ、どういうような、ね、まず理系なのか文系なのかとか、でもよって、ね、時間使える時間とか違うんだろうけど、なんか、やりたいことやればいいんじゃないかな。結局僕は YouTube 大学入る前じゃない、入った時に今みたいにやってたりしたら結構面白かったかなっていうふうには思ったりしますね。まあ、YouTube なり、まあ、それはブログなり、なんか意外バイトだけに結構当てる人が多分多いんだけど、そこになんかバイト以外に、まあ、もちろんやることがなくて家で寝てるとかだったらバイトしたらいいんですけど、他のなんかこう、ね、YouTube なり、まあ、いろいろ今できる時代ですからね。なんかあれですね、発信することを、うんうん、なんか受け手にならずに発信するっていうのを結構面白いかもしれない、意識して、何でもいいですけど、それこそなんか自分を発信して評価されるみたいな、なんかそういうような、まあ、経験というか状況というか作ったら結構いいんじゃないですか、うん、まあなんか続けるっていうことが大事ですけど、4年間やったら形になるっしょ。いやもう絶対何でもいいと思うけど、例えば YouTube でも4年 YouTube やってたら、そのね、何やるにしてもある程度のとこまで行くんじゃないですかと。で今だったらね、早い、まあ、俺は結構時間かかった派だけど、まあここまで来るまでにも俺よりもね軽々しく俺を超えていく人とかいっぱいいるし、今とかめっちゃ早いけど、早いから全然なんかそういうやってみなきゃ分かんないことめっちゃあると思うんで、意外にね、なんかやってみたらバズっちゃったみたいな、うん、興味あることどんどんやってみるのは発信大事かもしれない。発信意識です。はい、最後にララルさん一言。総括ですか。もう何でもいいです。何でもいいですか。ドンマイ的なやつがいい。ドンマイ的なドンマイ的な一言をもうこの彼に。
あ、彼に、彼にダラダラ過ごし、ね、しちゃいそうな彼に、同じ大学生として。いやもう早寝早起き以上、まあ、大事大事だね、大事大事、確かにね、規則正しい生活ね、リズムを持って、早寝早起き、早寝早起き、早寝早起きはめっちゃ OK それは大事だOK さ、じゃあちょうどねもう1時間くらいになるんで、はい、どうでしたかラジオいやもうラジオっていう形でしたけど、まあ、初めて YouTube というのに、そうね、自分の音声が乗るからね、いや本当に喋るのって難しいなって思いましたねいやすごい、この松本はやっぱ化け物だとおしゃべりモンスターなのかなっていうのを改めておしゃべりモンスター改めて感じましたねいやすごい本当に、確かに難しいですよね、はい、あやってみるとね、いろいろ分かることあるからね、確かに確かに、はい、ありがとうございました、はい、会長会長、僕からの一言としては、皆さんチャンネル登録お願いしますおい最後に営業すんだよいやでもやっぱラジオってやってみてやっぱ楽しいなっていうか、うん、やっぱ皆さんそれぞれ思ってることがどんどん一人の人間に飛んでくるわけだから、それを受けてこうなんかいろいろ考えて発信するっていうのはやっぱ面白いし、なんかためになるっていうか、自分のためにもなるし、で相手のためにもなるんだったら結構双方が得をしてるし、いい関係性もあるし、うん、いいなと。やったらいいじゃないですか。やりますよ。あ、僕もラジオやるんで、それチャンネル登録お願いします。そうそう、ラジオね。うん、でもいいっすね。今日はなんで久しぶりにやってスペシャルゲストもいて豪華な回になったと思いますから。はい。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。ではまた。ではまた。